ここは去年バナナを植える植え穴をある程度用意しておいたんですね。穴を掘っていい土を入れて目印として梅の剪定枝1本とイチゴのビニールポット苗を置いていって、こんな風に千鳥にですね用意しておいたんですね。でそこの一番手前の穴をもう一度掘って、そしてそこに先ほど陶水ポットから取り出したベジタブルバナナ苗を収めてみたんですね。陶水ポットから取り出す時に、まあ、だいぶ根が切れまして、巻いていた根なんかはスコップなどで刺していった時に切れたわけですね。で土がだいぶついていて大きな海景になっていますので、深い穴を掘るのも大変ですから、ほどほどの穴にしておいて、これから土を戻していって周辺に盛り土をしていこうと思いますね。